ちゃんです。今回はですね、先ほど足振り9号に乗って久保川駅から宿毛駅までやってきました。なぜね、ちょっとめっちゃ息切れてるんですけど、なぜ久保川宿毛駅に来たかというと、今回はじゃあこちらの四万十10号に乗っていこうかなと思います。こちらの四万十10号はですね、今のところ四国最長特急です。宿毛駅から、香川県の高松駅までをね結んでる、今ね四国内では一番最長の特急になっています。でこちらの四万十10号が今年のね3月のダイヤ改正でなくなるということなので、なくなる前にね乗っていこうかなと思います。それでは四国最長特急の旅、四万十10号行ってみよう。はい、それではね早速、今回の四万十10号の車両を紹介していきたいと思います。本日の四万十10号は車両2両編成でございます。1号車はノーマルの2700系となっていました。特急四万十高松行き、こちらもねなかなか高知から西では見れなくなりますね。なんとこの日はね2号車に黄色いアンパンマン列車を連結していました。めちゃくちゃレアですね。最近はね高知駅から西に来る、アンパンマン列車定期便がなくなったので、めちゃくちゃレアです。めちゃくちゃ運が良かったな。それでは早速四万十10号の方へ乗っていきましょう。で今回この四万十10号の座席はですね、指定席を取っております。で今回ね座る席はですね、1号車の 5-D の窓側の席に、乗っていきたいなと思います。この列車は特急四万十10号高松駅です。はい、今流れているのが停車駅の案内表示になっています。土佐佐賀、久保川、土佐久礼、須崎、佐川、伊野、朝倉、朝日、高知、御免、土佐山田、大月、大歩危、淡池田、琴平、善通寺、多度津、丸亀、坂出、高松というふうにね、とても長い停車駅案内となっています。定刻の19時16分に宿毛駅を出発です。こちら宿毛駅から終点のね高松駅の4時間半の乗り鉄の旅スタートです。ワクワクで、宿毛駅を出発してすぐに宿毛の街が見えてきます。こんな感じで、パチンコのね光とかコンビニとかがあって少し賑やかになっています。しかし、ね、ちょっとね街外れると真っ暗な暗闇になっています。ちなみに、ね、宿毛市はですねだるま夕日がねめっちゃ有名なので、ぜひね宿毛に来た際はねだるま夕日を見に行ってみてください。列車はね7分ほど走行すると最初の停車駅平田駅に到着いたします。こちらの平田駅はね、土佐くろしお鉄道宿毛線の唯一の特急停車駅になっています。次は中村に泊まります。それでは早速車内探索をしていきましょう。2700系の座席は青いシートになっています。で1号車のこちらにはスーツケースとかが、ね、置ける荷物スペースになっています。こちらが1号車のトイレですね。こちらが鏡で、最新のね洗面台とか白を基調した感じで清潔感があってめちゃくちゃ綺麗でした。少しね狭い感じになってたんですけど、一人だと全然快適にトイレを利用することができます。それでは2号車の方へ行きましょう。
2号車もね同様、スーツケースが置ける荷物スペースがありました。で2号車の方にはこちらの多目的トイレがありました。横へねスライド扉になってて大きくね扉が開きます。すごいね車椅子がすごく利用しやすいね扉になっています。で中身はねやっぱり多目的トイレなので中が広々していて使いやすいですね。子供さんとかもいらっしゃってもこんな感じで子供が置ける椅子とかあってめちゃくちゃ便利ですね。でね、ちなみにこのトイレの左側のところ、ゴミ箱があると思うんですけどここにね土佐くろしお鉄道の清掃員さんがいてちょっとめちゃくちゃ気まずかったです。で、2号車の方はアンパンマン車両ということなので天井にはねアンパンマンの、ね、絵が描かれています。子供さんとかすごい大喜びですね。で、正面のね運転席のところのカーテンにもバイキンマンとアンパンマンが描かれていました。それではね早速、座席の方を見ていきたいと思います。テーブルはねこんな感じでちょっと広めになっていますね。2000系の時よりかちょっと広めな感じに感じましたね。でドリンクホルダーはこちらの下のところにあります。でね自分小柄なので全然ゆったりとね足も伸ばせていきます。でコンセントがね、肘掛けの下のところにありました。でリクライニングもね全然ねゆったりとねできてすごい快適でした。前のね2000系と違ってね大きく、リクライニングできてすごい快適だなって思いました。車内探索をしているとあっという間にね、中村駅に到着しました。でこちらのね中村駅は数年前に駅舎内をリフォームして綺麗なね駅舎内になっています。ちなみにねこの乗車する2日前に中村駅で切符買ったんですけどもその時に、同時にね鉄印帳っていうものがあるんですけどそちらの鉄印もねゲットしてきました。で今回乗り鉄の旅のお供はこちらになります。お酒をね飲みながらゆったり高松まで乗っていこうかなと思います。ビールを片手にこの時ねすごい仕事が早番で6時起きで朝からね疲れてたのでゆったりお酒を飲みながらリラックスして乗ってますね。お酒を飲みながらゆっくりしていくと列車は間もなく土佐佐賀駅に到着いたします。ちなみにこちらの土佐佐賀駅の周辺には道の駅名倉土佐佐賀っていうところがあります。こちらでね、カツオのたたきとかが、ね、食べれてすごくおすすめなのでよかったらぜひ行ってみてください。19時53分に土佐佐賀駅を出発です。1号車のね車内に僕と、もう一人のねお客さんしかねいなかったので TikTok のね練習をしながらね乗ってました。なかなかね TikTok ね上達できないんですよね難しくて。そうこうしていると列車はね久保川駅に着きます。久保川駅に到着いたしました。久保川駅には、上りの特急足吊り号が、すれ違いのため待っていました。こちらの車両がね2000系になりますね。ついこの間まで南風号として活躍していた2000系。
やっぱ2000系っていいですよね。なんか子供の頃から見ていた車両だからすごいね、思い出深い車両です。で、20時12分に久保川駅を出発です。今日は特急4万10号高松行きをご利用くださいましてありがとうございます。ちなみに土産線はこんな感じにね、県外の区間がところどころあります。ご乗車ありがとうございました。土佐久礼に着きます。20時27分に土佐久礼駅を出発です。でちなみにね、駅周辺は真っ暗でした。あちらに見えるライトが、スーパーの丸中になっています。でちなみにこの土佐久礼駅は、観光列車の四国土佐時の夜明け物語の停車駅になっています。降り口は左側一番乗り場の到着です。須崎で降りのお客様にご案内をいたします。須崎駅では2月の1日から窓口の営業時間が変更となっております。ただいまの時間駅係員不在のため切符はホームで車掌が集めます。乗車券特急券はお手元にご準備ください。ということで須崎駅に到着いたしました。先ほどねアナウンスがにあったように、改札には人がいないため今のように、車掌さんがね慌ててね走っていて切符の回収に行っています。すごいね忙しいですよね。高松駅です。まもなく発車いたします。窓閉まります。ご注意ください。20時37分に須崎駅を出発です。ちなみにこちらのね、須崎駅周辺は、日本で最後に日本カワウソが見られた街として知られており、ちなみにそちらのねマスコットキャラクター新庄くんが有名な街になっています。に到着いたしました。こちらの井野駅なんですけども、映画の竜とそばかすの姫で出てくる井野駅になっています。でこちらのね井野駅の看板には、その竜とそばかすの姫とコラボした看板があります。はい、ということであっという間に高知駅にやってきました。高知でね一番大きい駅なのでね駅前がとても賑やかですね。でこちらの高知駅では停車時間が 3,4 分ねあったので、駅のホームにある自販機でジュース買うね時間ぐらいはありました。
ちなみにこちらの映像は、別日に撮影した、特急四万十中号の到着シーンです。ちょっとね、別日に撮影したので、1号車が一般車両なんですけども、そこのところはご了承ください。で、こちらが、出発シーンになります。出発シーンはちなみに、この四万十15実際乗った日の、次の日にね撮ったので、その次の日も同じく、1号車はアンパンマンだったので、あ、いい出発シーンが撮れたなって思ってました。さあ、特急四万十15高松行きまもなく発車いたします。次は御免に止まります。21時20分に高知駅を出発しました。高知駅からね、出発してすぐこの特急四万十10号で数少ないね、夜の街並みが見える区間にやってきました。少しね、この高知の街並みをご覧ください。ご搭載ました。まもなく御免に着きます。お出口は右側一番乗り場の到着です。ご自由になりました切符はホームで車掌にお渡しください。車内に落とし物、お忘れ物はなさいませんようお待ちください。乗り換え列車のご案内です。ごめん、那覇里線、普通列車那覇里行きは、降りましたホーム1番乗り場から21時50分の発車です。この列車ごめんを出ますと、次は土佐山田に止まります。右側、開く道東、お足元にご注意ください。列車は、ごめん那覇里線の乗り換え駅、ごめん駅に到着いたしました。ちなみに去年、観光1日フリー切符っていうのを使って、ごめん那覇里線の乗り鉄動画も、撮ってるんで、よかったらそちらの動画もご覧ください。ということで、列車はごめん駅を出発です。車内に落とし物、お忘れ物なさいませんようご注意ください。土佐山田出ますと次は大杉に停まります。右側、失礼いたしました、左側、開くの大足元にご注意ください。列車はね、土佐山田駅に到着すると下りの特急南風とすれ違いました。で、こちらのね、土佐山田駅は、アンパンマンミュージアムの最寄り駅なので、よかったらぜひね、高知に来た際は土佐山田駅で降りてアンパンマンミュージアムに行ってみてください。ということで、土佐山田駅を出発です。この日のね、指定席は宿毛から高松まで結局ね貸し切り状態でした。ここからはね、
ゆっくりねお酒を飲みながら YouTube を見ながら編集しながらゆったりとね高松を目指していきたいなと思います。列車はね山間部を走行していてすごいね暇だったので TikTok を練習しながらね乗っていました。それにしてもね振りがめちゃくちゃ変ですね。恥ずかしい。おやおや、何か大歩危駅を過ぎるとなんか様子がおかしくなったぞ。確か大歩危駅というとなんか妖怪がちょっと有名だったよね。まさか妖怪に自分が乗っ取られた？え、なぜだ？あ、なんかめっちゃおかしくなってくる。なんか自分を見失っていくぞ。え、なぜだ？なぜだ？え、なぜだ？なんかどんどん自分を見失っていく。あ、パイプに住み着くゴブリン。パイプカバーロー。はい、ということでね妖怪の呪いも解けたということで淡池田駅に到着いたしました。で、20時28分に淡池田駅を出発です。淡池田駅にはねたくさんね本日の営業を終えてゆっくりと休んでいる車両がいっぱいいました。ということでね、列車がね、山間部が多いカーブとかをね、走行してるということなので、こちらの連結部分に来ました。なぜこちらに来たかというと、この列車はね、自動制御付き振り子装置が搭載されているので、その振り子の性能を見に来たんですけども、わかるかな？ちょっと今傾いたんだけど、こんな感じでね、車体を傾けながらね、高速で、2700系はね走行しております。お忘れ物のないようお支度ください。
番乗り場の到着です。車内落とし物をお忘れ物はなさいませんようご注意ください。乗り換え列車のご案内です。普通列車高松行きは降りましたホーム向かい側1番乗り場から23時7分の発車です。普通列車高松行きはホーム降りまして3番乗り場から23時15分の発車です。また別日なんですけども、坂出駅の、特急四万十中号の出発シーンがあったので載せてみました。でこちらが、乗り換えアナウンスにあった普通列車の高松行きの電車になります。それでは、23時12分に坂出駅を出発です。の高松駅に到着いたしました。最後にね、宿毛駅から高松駅までお世話になった
特急四万十の本日の車両を眺めて終了しましょう。車掌さんが今出てきましたね。高知駅から乗務してきた車掌さん、今日も一日お疲れ様です。で、こちらにはね、1号車のアンパンマンがお見送りしてくれてます。行ってきてねって、おやすみって。いいですよね、なんか車掌さんとか JR の方の後ろ姿を見るのってなんかかっこいいってめっちゃなる。で、こちらが先頭のアンパンマンの顔です。アンパンマン今日もお疲れということでね、アンパンマンを見送ってからこちらの高松駅の駅構内に入ってきました。高松駅はね、結構ねこんな感じでちょっと広めになっております。中にね、スタバとかいろいろねあって、すごいねいい駅ですよ。はい、ということで、特急四万十10号の旅到着しました。最終駅高松駅に。特急四万十10号の旅いかがだったでしょうか。個人的にはね、結構ね長い旅だったんですけども、なんだろうな、3月のダイヤ改正でなくなるということなので、なんか寂しいなって思ったんですけども、最後にねこういう形でね特急四万十10号に乗ることができてめちゃくちゃ良かったです。それではね、この動画が良かったよっていう方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。